ことは何歳だっけ？そう、3歳だから3、これです、これです。これは1 1はわかるでしょ。今日もよろしくお願いします。ことピース。イエーイ。昔先生は？昔先生あっち側にいるよ。見たい。あとでじゃあ見に行こう。ことは今お電話の時間だからね。これこれ。そうなんだよ。だっておんぶできたから今日は。暑そう。暑い？暑くない。そう。これ可愛いですね、お洋服。やだ。やだ。可愛いですね。くるくるしてよ。やだ。やだ。今こっち履いてないから。そっか。失礼。もしもーし。もしもーし。コトさんですか？うん、コトさん？昔先生は？昔先生お隣にいますよ。こっち？そう、レッスンしてるよ。太鼓と、あ、そう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 。ドラミングってやつ。コトもやったじゃん。太鼓トントンって。やったよね。よ。No？ やってないよ。そうか。見た。ああ、そうだね。この間は見ただけだね。うん、見たカカダンスしてないでしょ。そう。向井先生こっちにいる？いるよ。いるか。うん、いるよ。うん、ことが行けばいいか。うん、来てもらう？No。やまやま。来てくれるってよ。ここに行きたいから。オッケー。最近ヤダがハマってんだよね。ヤダのハマりの時期。イヤイヤ期じゃなくてヤダっていう単語にハマってるだけだね。すごいよ。ねえ、赤先生は。ああ、お隣にいらっしゃいますもん。ずっと言ってますけど、お隣にいますよ。どこに？この隣のスタジオに。いるよ。どこに？この隣に。みんなは1人？わかんない。2人か3人か。1人か2人か3人か。いないよ。でも。わかんない。いると思うよ。いないよ。いないの？うん。3人いたね。3人いたね。2人じゃない？向井先生と向井先生。向井先生2人いんの？赤先生2人いんの？赤先生と赤先生？せーん、ギリギリせーん、ギリギリせーん。何言いましたか？赤先生と友達でした。お友達でした。だから3人でした。大人。じゃあ写真でした。こうです。映るようにチラ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 。
ダブルピースは、せーの、イエーイ、じゃあ今日もありがとうございました。また来週も見てね。また来週も見てね。ピースピース。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。